ジェフリー・フランシス・ウィリアムスは、オーストラリア・キャンベラ出身の元プロ野球選手。現在は、阪神タイガースの中米スカウトを務めている。9歳から、ティーボール、11歳から野球を始め、ベルコネン高校時代には、キャンベラのクラブチームに所属。そこで優秀な左投手と評判になった。これを聞きつけた、メジャーリーグ関係者からアメリカ留学を勧められた。 地元のホーカー大学からサウスイースタン、ルイジアナ大学に進学して心理学を専攻。4年生の時には全米大学リーグのナショナルチームにも選出された。また1996年アトランタオリンピックのオーストラリア代表として活躍し、日本戦では2番手として投げて勝利投手になっている。その後、ドラフト外でロサンゼルスドジャースと契約。 1999年にメジャー昇格し、オーストラリア人9人目のメジャーリーガーとなる。メジャーデビューは、同年9月12日、ドジャース・タジアムでの対ニューヨーク・メッツ戦で、9回表に、ドジャースの5番手投手として登板し、最初のダシャロビン・ベンチュラを支給で歩かせている。同じ試合で、後に、千葉ロッテ・マリーンズに所属したベニー・アグバヤニとも、対戦資産頃に仕留めた。これが、 ウィリアムスが打ち取ったメジャーにおける初アウトである。また当時のメッツには、ボビー・バレンタイン監督や控え選手のマット・フランコもいたが、後に彼らとは日本の交流戦や日本シリーズなどで顔を合わせることになる。2001年のシーズン終盤、ジム・コルボーンコーチの指示によりサイドスローに転向する。2002年には、ドジャース参加のサンエーラスベガスで、 リーグ最多の28セーブを記録した。MLB における最後の非本塁打は2002年5月23日、ミラーパークでの対ミルウォーキーブルワーズ戦で、打者は後に、中日ドラゴンズ広島東洋カープでプレーする、アレックス・オチョアである。また、この試合のドジャースの先発は同年、ヤクルトスワローズから移籍してきた、石井和久であり、石井はこの試合で7勝目を挙げている。 2002年12月6日阪神タイガースに入団。入団当初はセットアッパーとして起用されていたが、開幕当初にクローザーに起用されていたルーポートの不調から急遽クローザーを務めることとなった。入団1年目の2003年シーズンは52試合に、登板防御率1.54、25セーブを上げチームのリーグ優勝に貢献。 日本シリーズでは、福岡大英ホークス監督の大貞治をして、あのピッチャーが出てくるのは嫌だと言わしめたほどの大活躍を見せる。2004年には、アテネオリンピックのオーストラリア代表として出場。阪神での役割ではないロングリリーフを任せられ、決勝トーナメント準決勝では先発したクリス・オックス・プリングの後を受け当番、日本代表を沈黙させ、代表の銀メダルに貢献した。 シーズン中は安藤祐也との左右のダブルストッパー策が失敗し、成績が悪化。4敗という成績のため阪神との契約継続は微妙だったが、オリンピックの活躍を評価され契約に行き着いた。オフには阪神の外国人投手としては初めてとなる複数年契約を結ぶ。2005年はセットアッパー専任人となり、藤川球児、久保田智之と共に、 JFK と呼ばれる阪神の最強リリーフ陣を形成、再び優勝に貢献。75試合に登板し、2004年にブライアン・シュコースキーが記録した外国人選手年間最多登板数の62試合を更新。80試合に登板した藤川とともに、史上初となるチーム70試合登板コンビとなる。同年11月に、 死病の左膝半月板の手術を受けた。WBC オーストラリア代表に内定していたものの手術後であるために辞退。2006年の春季キャンプ中には再び左膝に痛みを訴え、同年3月に2度目の内視鏡による左膝半月板の修復手術を受ける。シーズン開幕には間に合わなかったものの、5月31日の タイ東北楽天ゴールデンイーグルス戦で復帰すると、前年同様安定した成績でチームを支えた。同年オフ、メジャーリーグ球団からの入団オファーがあったものの、藤川、矢野洋大、金本智明らチームメイトの引き止めと、チームへの愛情から残留を決断した。2007年も、JFK の一角として引き続き、セットアッパーを務め、現行のホールドポイント制になって、 最初の100ホールドポイント達成投手となる。5月3日の横浜戦で村田周一にソロホームランを喫してから9月18日の巨人戦で二岡智博にタイムリーを打たれるまで4ヶ月以上にわたって自責点1を守った。シーズン終盤には失点を許す場面が増えたものの最終的な成績は当番60試合で1勝2敗。 防御率0.96という高成績を残した。前年よりもリリース時の肘の高さを高くすることにより、ストレートが速くなり、切れ味の良いスライバーも、より威力を発揮したことが校長の要因として、本人が挙げている。さらに自らのクロスして入ってくるストレートは、抑えの藤川のホップするストレートをより速く見せるのに、有効であるとも話している。2008年は、 前年から一転して勝負どころで初級を通打される場面が目立ち防御率3.09と前年から2点以上悪化自己ベストの5勝を挙げながらも自己ワーストタの4敗を喫するなど不安定な投球が目立ったしかし9位の強さは健在で脱三振率は10.58とキャリア平均を上回る高成績を残し JFK の一角としての面目を保った 2009年からは2年契約を結んだが37歳という年齢と推定年俸が200万ドルと高い選手であることから2年目の契約更新は阪身球団が選択権を持つ形となったシーズンでは6月下旬に左肩を痛めて登録を抹消7月に復帰したものの再び抹消されたその後は2軍で調整を続けていたが8月下旬に 手術のため帰国。球団は肩のリハビリに相当時間がかかり、来期の戦力には厳しいと判断し、11月6日に正式に対談が発表された。阪神での7年の在籍期間は、ジーン・バッキーと並び、ランディ・メッセンジャーに次いで、阪神の外国人投手として2番目に長い契約期間である。2010年に阪神首脳から、 中米スカウト就任を打診されたが、再びタイガースのユニフォームを着たいと、現役復帰を目指して、リハビリを続けた。一時は怪我の回復具合も良くなり、投球練習もしていたが、それから間もないうちに左肩故障が再発し、2011年2月14日に、現役引退を表明した。阪神時代に記録した通算141ホールド154ホールドポイントは、共に、 朝尾拓也によって更新されるまで日本プロ野球記録だった。2011年3月、阪神の中米スカウトに就任。2009年に急速時速1 5 6トルを計測している。スライダーを持ち玉としていた。2007年12月13日に公表されたメジャーリーグの薬物使用実態調査、ミッチェル報告書において薬物の取引に関与した選手として、 名前が挙げられた。同報告書では、ニューヨークメッツの現職員で、薬物の違法取引で逮捕されたカーク・ラドムスキが、ステロイドホルモン剤をウィリアムスに販売したと、証言している。送金者、ジェフ・ウィリアムス、受取人、カーク・ラドムスキと記載された1820ドルの、小切手の日付は、阪神在籍中の2004年12月10日であった。ラドムスキの住居から、 連邦捜査官が押収したアドレス帳に、ウィリアムスの名前、住所、電話番号が記されていた。ウィリアムスは、この証言についての話し合いを要求されたが、要求に回答しなかった。ミッチェル報告書では、ウィリアムスが、アルバカーキ・デュークスに所属していた1999年にも、薬物を使用していたことが、当時デュークスのコーチをしていたトッドセーラーの証言を、元に述べられている。 当時のデュークスは、ロサンゼルスドジャース参加のトリプル a 級チームであり、セーラーの証言によると、1999年5月頃から、ウィリアムスとチームメイトのマット・ハージェス、ポール・ロデューカ、マイク・ジャット、リッキー・ストーンの5選手は、最高の隊長で、ドジャースに昇格するために薬物を使用することを、セーラーに相談していた。1999年7月に、 ウィリアムスラゴ選手とセーラーはストーンのアパートに集まりステロイドを注射した。ウィリアムスとハージェスがステロイドを全部に注射しているところをセーラーは目撃した。ウィリアムスラゴ選手はステロイドの効果を高めるためにセーラーが作成したトレーニングプログラムの提供を受けた。なお、ハージェスとロデューカはウィリアムスと同様にカークラドムスキから薬物を購入した選手としても 名前を挙げられている。阪神球団社長の南信男によると、ウィリアムスは日本において2006年5月31日にオーストラリアオリンピック委員会、7月15日に日本野球機構によるドーピング検査を受けているのに加え、2004年アテネオ,オリンピックの際にもドーピング検査を受けており、3回とも検査の結果は陰性であったとされる。阪神は、 ウィリアムスの潔白という主張を信じるとして、2007年12月19日にウィリアムスとの契約更新を発表した。2008年1月29日に来日直後、関西国際空港で、I don't take a steroid's とプリントされた T シャツを着用して会見を行い、公式サイトと同様の主張を繰り返した上で、ミッチェル報告書にコピーが掲載された小切手について、 代理人に調査を依頼したと述べた。一方、国訴など法的な手続きについては、今のところ考えていないと話した。2008年2月13日、ミッチェル報告書においてウィリアムスと一緒にステロイドを注射したとされたマット・ハージェス。同16日には、ポール・ロデューカが、同報告書に関する声明を発表、過去の薬物使用を認めて謝罪した。外国人選手にありがちな、 プライドが高い、年俸などの契約で揉めるといったことがほとんどなかった。2005年に、まだ実績のなかったクボタが抑えに抜擢された際にも、最善の策とウィリアムスは心よく、セットアッパーを引き受けた。ありがとうございます。